文化村オーチャードホールオーチャードホールは東京都渋谷区道玄坂にあるコンサートオーペラバレエ用のホール文化村の一施設である文化村の中心施設の一つとして1989年9月3日の文化村開業と同時に開館したコケラ落としはバイロイト音楽祭日本公演文化村内の各施設はテーマカラーが設定されておりオーチャードホールは赤である 工場をイメージとした内装となっている。オーチャードは果樹園のい、日本初の大規模集ボックス型コンサートホールであり、送客席数2150席。定員は舞台の設定により19、1928.20.2150に可変する。ステージに設けられた可動式音響シェルターが最大の特徴であり、演目に応じて適した舞台を設定することが、 可能である。オーケストラの演奏会では5列分の張り出し舞台を利用することが多い。東京フィルハーモニー交響楽団のフランチャイズホールになっているほか、立地条件の良さから NHK 交響楽団の演奏会も定期的に組まれるなど各種公演に多く利用される。また、現在ではポピュラー音楽の公演も少なくない。 毎年10月の東京国際映画祭、12月1日のアクト・アゲンスト・エイズのイベント、ミュージック・プラザ・イン・オーチャード、12月31日の東急ジルベスター・コンサートの会場である。2012年より、熊川哲也が芸術監督に就任。就任記念作品として、シンデレラを初演。通常の定期公演とは別に、オーチャード定期として公演される。 文化村オーチャードホール芸術監督、熊川哲也。2018年9月25日閲覧。ありがとうございます。